今回はアイデアゴルフマーカーさんから出ている、ゴルフマークですね。僕もマークとして使っているアイデアマーカーさんのマークになります。最近女子プロの世界でちょっと流行ってまして、勝南選手や高橋沙也加選手など結構いろんなプロ、女子プロが使っているマークになります。ステンレスでできていて、すごい普通に薄いんですけど、すごい素材がしっかりしてるんですね。あとこの何よりこの蛍光の黄色が見やすい。例えばグリーン上でマークして離れたところから見て もう本当にマークの存在が分かりやすいんですね。明るい晴れた日でも暗い日でも黄色やピンクがあるんですけど、もうすごい見やすいマークになっています。これはアルファベットの M と書いてありますけれども、実際は漢字が入っているバージョンがあったり、まあ、いろんなアルファベットや記号が入ったりしているやつもあります。しかもいろんな文字入れることができるので、自分の名前の漢字一文字入れたりすることができるので、プレゼントや父の日のプレゼントやコンペの景品などにもってこいの商品となっております。本当にこの持った感じがステンレスで薄いんですけど、もうがっちり剛性がすごいんですね。もう頼りないとかそういうことが一切なくて、しっかりしてる素材なので、あと軽いし、ちゃんと磁石にもちろんくっつきますからね。こんな感じでマークして拾い上げると、ちょっと離れたところから見てもめちゃ見やすいのがこのマークの特徴です。よくね、カップの反対側とか行くと、あれもあるマークどこやったっけなっていうのはよくあるんですけど、このマークは本当色が鮮やかなので見つけやすいです。他の人もこのマークが見つけやすいので、間違ってラインを踏まれるとかそういう心配もないので、本当おすすめの商品になっております。まあ最近だと女子プロの勝南選手がこの中の文字を勝っていう、勝利の勝っていう字にして、自分の名前であり、あと勝つ、ゴルフに勝つっていう意味でそういうマークのデザインにしてもらって作ってもらったマークになります。こんな感じ、帽子につくとね、本当に鮮やかで、こんな感じ。しっかりして軽いし、何よりやっぱ見やすいのが一番いいですよ。なんといっても見やすいのが一番いいです。ぜひこのマークをプレゼントや自分用に使ってみてはいかがでしょうか。僕のところにレッスンに来ていただいている社長さんがもう昔からゴルフ大好きで、ゴルフに関係するなんかマークとかなんか関係することやりたいなと言ってて作ったのがこのマークになります。本当出来が良くて、で一個一個手作りなので、やっぱマークにしてはちょっと高級があるかも、高級感、値段もちょっと張るかもしれませんが、本当でもその作った工程とかを聞くとめちゃくちゃ手間かかってます。実はあと塗装もすぐ剥げたりするような簡単な塗装じゃなくて、一個一個本当に手作りで作っているので、今流行りのこのゴルフマークいかがでしょうか。おすすめです。ぜひ買ってみてくださいね。商品については概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから見てみてください。